先鉄先鉄は、航路や電気炉などで、鉄鉱石を還元して取り出した鉄のこと。先鉄を生産するプロセスのことを生鮮と呼ぶ。古くは、図区と呼ばれた。純鉄の有点よりも低い有点の鉄、炭素系状態図の強焦点で鉄を取り出すため、炭素含有量が高い。先鉄は硬いが、衝撃を与えると割れやすいので、構造用材料には使われない。 誘拐した剪鉄を給冷すると主成分がセメンタイトである白剪鉄となる。鉄鉱石を還元する際に使用される装置によって航路づくと電気炉づくに大別される。前者は航路を用いて生鮮された剪鉄、後者は電気炉を用いて生鮮されたづ鉄である。現代日本では前者が主流で、後者の生産はほとんど行われていない。 航路による生線は、航路航路による、扇鉄生産に詳しい。航路や電気炉から取り出されたままで溶解した扇鉄のことを、溶線、冷やされて固まった扇鉄のことを、冷蔵という。冷蔵は、形状によって片付く、つぶづくがある。扇鉄の用途は主に成功といいものである。成功用扇鉄は、天路や平路を用いて、 炭素の含有量を4%前後から2%以下へ下げる処理が加えられる。このプロセスによって鋼が生産される。また、電気炉でスクラップを溶かして成功する際にも成分調整用に添加される。芋の溶泉鉄は成分を調整されて鋳型に流し込まれ中鉄となる。大日本帝国陸軍は各種の野放、散歩向けに 通常の榴弾を補う代用品として、玉柄を先徹性とした熟成榴弾を制定していた。先徹は固く脆いため、破裂した際に生じる破片が、硬生の榴弾よりも細かくなりやすく、殺傷能力の面で不利となる。同様の先徹性榴弾は他国にも事例があり、いずれも硬生の榴弾よりも肉厚にして、効力を稼ぐように設計されていた。 先鉄自体は世界各国で生産されているものの生産量は中国が突出している。1993年には1位の中国が9000万トン弱であったが経済成長に支えられて2000年の時点では約1億3000万トン。さらに2000年以降は生産量が急増して2005年には約3億3000万トンと2位の日本や3位の 旧ソ連諸国と比べるとその差は4倍ほどある。2005年時点での生産量2位は日本で8200万トン余り、3位は旧ソ連諸国でおよそ8000万トンである。日本において先鉄を製造する企業は2006年度時点で発車ある。多くが最終製品の鋼材まで製造するコー路メーカーであるが、それらから分離され、 生鮮などの工程を専門に担当するメーカーもある。歴史的に見れば、成功用洗鉄専門あるいは、芋の用洗鉄専門のメーカーも存在した。熟鉄メーカーの一覧は以下の通り、成功用、芋の用の区別も示した。ありがとうございます。